それではこれは津軽ね、津軽三味線ですので、津軽ギョンガラ節を曲弾きでお聴きいただきたいと思います。最初に津軽ギョンガラ節、旧節、それから新節。旧節は意外と静かな曲なんです。新節になると現代のように激しくなってきておりますね。最初はちょっと静かな曲ですけれども、そのうち激しくなってきます。津軽ギョンガラ節、曲弾きでお聴きください。
さんでした。